33節の再来があるかどうかですよね、宮内さん。そうです。1点をリードされた一方のリッピ監督の方は表情に見えり頼むぞっていう感じじゃないですかね。そうですね、やっぱり揉まれるってことですよね。はい、さあペトコビッチクロス入ったチャンスだ、ね、シュートいった正面、まだもう1本2つ止めてますね。そうですね、はい、はい、倒れてあとミエリが出てきましたんでね、はい、やはり思い切ったクロスを入れていく。ペトコビッチ、マニエロ、ワンツー、まあ、今の攻撃の